人々がスポーツに熱狂しテーブルゲームに興じるのは、そしてそこへ不正の存在、それを嫌うのは、結局は人が求める理想、それがそこにあるから、なのでは。理想？分岐で損益が発生する立場にすると、そこに理想、いい結果、それはほぼ見当たらない。不確定で常にストレスにさらされ、余計な疑心暗鬼の中でもがく。彼らはその先を目指し、そしてあるいはその先に暗黒の国家は誕生してきたけど、一夫一婦と一夫多妻はどっちが正しい？という分岐を前に、しかし実際に、大賀さん、それを設置した側、その立場にすると、前者か後者かは曖昧なままだ。そしてしかし、前者は常に、片方、への疑念を向ける、そして、それが破壊された先にこそ、彼らの理想というか、利益、それがあったりした。邪悪はどこに、